俺がついてる先輩がさ、もうド天然でさ、うちの姉よりもやばいんだって。先輩、お疲れ様です。あれ、みなみ、お姉ちゃん新登場、JA 共済のソナエール。何を言ってたの？何も言ってないです。先輩、久しぶり。今俺がついてる先輩がさ、もうド天然でさ、うちの姉よりもやばい。先輩、お疲れ様です。あれ、みなみ、お姉ちゃん。新登場、 JA 共済の身近なリスクに備える。知り合い？先輩がね、身近に潜むリスクもあります。お姉ちゃん、何言ってたの？何言ってないです。久しぶり。なんでこんなところにいるんですか？仕事？おお、スーツどう？ね、似合う？お待たせ。先輩、お疲れ様です。あれ、みんな、ねえちゃん、知り合い？なんかね、先輩が。朝早かったですが、やっぱり有村さんと一緒だと楽しくて時間があっという間でした。いつもに比べるとちょっと喋れなかったね、今日は。ちょっとそこが寂しかったですね。スーパーに財布忘れた。怖い。もうあのカードも入ってるし、免許証も入ってるし、銀行の、あのキャッシュカードとか全部入ってて、お金も入ってて、閉店ギリギリに気づいて、マネージャーさんに電話して、お財布を忘れてしまったって。どうしようどうしようって私がパニクってるから、あのものすごい冷静にあのいろいろ助けてくれて、おかげでありました、ちゃんと。スーパーのなんかグレープフルーツのとかも話しされてる。違う違う違う、買い物して買い物してあのカゴに、袋に入れるじゃん、最後、はい、で、置いてきちゃったの、ポンって。あ、財布だけ持ってったから。あ、それは気持ちわかります。私は逆にタクシーに乗った時にお金を持ってなかった。だから乗って到着地点まで着いた時に、あの交通系のカードも現金も持ってないことに気づいて、払えないみたいな、焦りましたね。困るね、それ。お金って怖いですよね。ね、気をつけようね。はい。私このお仕事始めて初めてパンプスとかヒールを履いたんで、もうさ、歩き方が分かんなかったです。大変な世界だなと思いました。2回目のドラマに出演させてもらった時、ゲストで出させてもらったんですけど、やっぱ緊張はすごいしてて、お腹痛くなっちゃって、緊張で、すごい大変な思いをしました。自分で弱いって思いました。そこにいるんですよ。大人ですね。大人な女性だなと思いました、お二人とも。人とコミュニケーションを取るの好きですか？喋りますね、よく。だからすごい、あ、いいなって思いました。ありがとうございます。年齢的にはちょっと裏と思うんですけど、話しかけたら本当にすごくナチュラルに返してくれたので、あの私喋りやすくて結構盛り上がっちゃいました。
後輩に多分先輩だと思われたことがほとんどないですね。だんだんこの最初あった年の差がこういつの間にかなくなってるみたいなことがすごい。私あの中学校の時に吹奏楽部やってたんですけど、フルートで、でやっぱだんだん学年も上がってきて後輩できた時にフルート教えなきゃいけないんですけど、自分よりフルートみんな上手くなっちゃってなんか寂しかったです。部活の時の先輩はすごい厳しかったので、テニス部だったんですけど、1年生の時はコートで打たせてもらえなかったからずっとオールヒールしてて、で、まあ、ちょっと喋ると連帯責任でこうみんなで走ってとかっていう部活動だったんですけど、まあでもスポーツ系って大抵そういうもんですよね。なんかそこで忍耐鍛えてもらったなと思います。皆さんこんにちは、有村架純です。浜辺美奈美です。萩原陸です。この度私たちは、姉妹役として JA 共済さんの CM に出演させていただいています。そして、私たち姉妹に加えて新人ライフアドバイザーが初登場しています。はい、今回から有村さんの後輩ライフアドバイザー、そして浜辺さんの学生時代の先輩役として出演させていただいています。新たな仲間も加わり、さらに、賑やかになった JA 共済さんの新 CM をぜひお楽しみください。そして CM では生活習慣病といった皆さんの身近なリスクに備えられる新しい共済、身近なリスクに備えるを紹介しています。皆さんもこの CM を通してご自身の身近にあるリスクについて知り、リスクに備える大切さについて一度考えていただくいい機会になればいいなと思います。以上、有村架純と浜辺美奈美と萩原陸でした。